ここの拠点がっつりもう風化しちゃってるね。抜かれちゃったのかな。二人組。花火上がってる。めっちゃ綺麗なんだけど。まあ、道路とも割と近いし、売れてくれることを願います。まあ、売れてもね、そこまでスクラップ大量ってわけではないですけど。前回、自動販売機で、ショップ経営始めたんですけど、一応スクラップ160分売れましたね。ガレージドア1枚、ツルハシ1つと注射器が売れたかな。なのでスクラップ160ゲット。鉄の手斧1個追加しておきます。注射器も入れとくか。C4 レイドだ。リボルバーでやれるとは思えねえけど。この拠点だ。わあ、タンス取ったっぽいな、これ。木箱かなんか叩いて壊してる。寝袋置いた。足音しなくなった。出てくる気配まるでねえんだけど。ヘアドロ落とした。あ、ハエの音してるわ。自殺したっぽい。寝袋置いてあるからまた夜とかに運搬しようって感じなのかな。一応あのエアドロ取りに向かってるんですけど、ちょっと遠いかな。奥にでかい拠点がある。お、中性してるね。え、なんか原人っぽいのがいた。あ、サプライだ。なんだあの拠点。外壁めちゃめちゃ巻いてるやん。うっす。お、結構美味しい。エアドロに釣られてきたみたけど。白石うめえな。無事帰宅。この道沿い結構藁箱湧いてるね。ってことは球体も湧いちゃってる？SMG 本体が欲しいんですよね。なかなか出ないから。球体手前の箱は開いてねえな。ここは開いてるんだ。武器ボックス開いててくれたら SMG 本体が欲しいっすね。トンプソンをクラフトするようにたくさん持っておきたい。なんだかんだ球体は敵いないんですよね。ライフル本体か。ジャンク部品。ジャンク部品。SMG 本体は？マグナムリボルバー出た。やっぱ今季、武器運に恵まれてますね。タレット用にマグナムリボルバーとかリサーチしちゃってもいいけどな。まあ、あと武器ボックスから欲しい現物といえば、石の外壁かな。まあ、あと三角の証拠口か。その二つぐらいですね。よし、帰宅。忘れ物ないな。ロケット施設、モニュメントパズル行こうと思います。とりあえず箱を開けていかずに、そのまま行っちゃうか。いや、でもどっかのタイミングでやっぱり接敵しそうなんで、まあ敵見かけてもね、戦わないように、ちょっと迂回しながら行きましょう。で、火がね、落ちかけてきてるんで、多分ロケット施設、回り終わった後に夜になるっていう感じかな。まあ、仮にエリートボックス開けることができたら、いいもの出して、夜の間に持ち帰りたいって感じですね。案外遠いんだよな。結構走っていかなきゃいけない。ロケット施設付近にまあ、回る用の仮拠立ててもいいけどね。セミライの銃声してんな。これそもそもロケット施設箱湧いてないかもな。ということで一応見えてはきたけど、まだまだ遠いね。
この辺はだいぶわら箱と湧いてるから多分人はあんま通ってないかな。さっきのセミライの銃声はもしかしたらあの風力発電機の拠点かもしれないですね。だいぶ近くまでやってきたね。まあ、あとは回られてないかどうかだな。あとそうか、敵がいるかどうかか。傘取ってこう。うわ、扉開いちゃってるね。クマいる。やめてくれ。でもバラ箱開いてるね。やば。ヒューズが出てる。回ってる人いんのか、これ。あ、でも点火されてねえのか。キーカードの場所は光ってないね。馬がいる。誰か回ってたのかな？え、戦車の音変わったね。もしかしたら誰かいるかも。こっちから通っていきましょう。箱開いてる。梱包。ってことは回られてないってことかな。さあ入っていきましょう。戦車の音しょぼくなったね。なんか安っぽくなった。おもちゃみたいな音してるわ。エリートボックス湧いてるかどうか。お、湧いてる。いいね。何が出るか。まあ、最後に開けようか。え、武器ボックス2個開き？この辺は湧いてない。開けましょうか。ネイルガン。200個目。お、石の外壁用ゲート。ラスト。簡素。サプライシグナルも出てるな。いや、一応当たりだね。いや、持って帰りてえな。めっちゃジャンク部品出る。武器ボックス。蒸気も多いし。待ち伏せとかされてねえよな、さすがに。点火して出ましょうか。出ましょう。足音した気がした。足音する。って聞いたね。危ね、巻いたわ。音でバレてた。そして寒さがやばい。早く夜になってくれ。めっちゃ緊張するな、これ持って帰んの。いい感じに夜になってきた。計画通りだわ、だいぶ。あのショップは、前回建てた自動販売機拠点。拠点が近づいてきてる証拠だね。いや、無事帰りてえな、これ。もうちょっとで自分の拠点に着く。よし、無事帰宅。石の外壁用ゲート持って帰ってこれた。めちゃくちゃでかい。そしてサプライシグナル。ん？戦い起きてる。わかんねえ。カスタム SMG だと。セミライモって結構走り回ってるけど、ほんと人と遭遇しないね。動物にはやっと出会ったけど、人間様に出会わんな。結局人と遭遇しなかったな。ということで、今回手に入れた石の外壁で、前手に入れたタレットでマグナムリボルバーリサーチしようと思います。いや、めちゃでかいね、これは。
レベル3のアイテム、これで3つ目かな。タレットのリサーチ。動画では映してなかったんですけど、このホロサイトもね、リサーチしました。パレットも覚えて、そしてマグナムリボルバー。レベル2の武器系はもう、だいたいこれで覚えましたね。今の時間帯はそんなに人が入ってなかったので、敵と巡り合えなかったけど、敵見つけ次第、どんどん戦闘仕掛けていきたいですね。勝てるかわかんないけどね。